本家も開発してる方も実際に作業をやってる人たちじゃないからさ、研究職はさ、やっぱりさ間違いを起こすんだよね、うん、そうするとこれ見てやった通り、あとはほら発泡スチロールに塗って負けたりなんかするのもテストやったりして検証してる通りでさ、うん、やっぱ強いんだよね。でタンクローリーの修理なんかやってるのも最終的にやっぱこれやってるからさ、ああマスター1508とこれは 350g だよね。これは 350g、 350g だよね、はい、それと着色剤 R の53だっけ、54じゃないよね、54はイエローか、53がグリーンか、はい、そうだよね。このグリーンもね、いろいろ色があったりさなんかするんだけど、グリーンの着色剤によっては耐候性とかさ変色だとかいろいろあるんだよね。でもこのグリーンは耐久力のあるいいグリーンだと思うよね、うん、で実際に使ったのはこれだもんね。そうですね、あ、はい、これだもんね。よいしょ、あ、これでこのグリーンで、あ、いいよいいよ、乗っけといてこのところに、うん、このグリーンでこれが1508のグリーンだね。1508のちょうどね、1508のね。これ班長自分であれだっけ、このテスト施工は、あ、これはテスト施工だけは僕がやったんだな。うん、オッケーオッケー。で裏側が、あ、これがニートだよな、これな、ニート、はい、でこれは着色剤だけ、はい、うん、これが着色剤だけ、これが着色剤だけで、下がこのカラーサンド、うん、カラーサンドのニートだよね。そうです、モルタルじゃないんだよね、はい、うん、だから今回はこのスペックでやると、うん、これでね、うん、ちょっと待ってね、よいしょ、このスペックっていうか全く同じだよな。同じですね、うん、ええ、これだとね。でこのテストやったのは1508と68はやんなかったんだけど、68はやらなかったです、うん、6815、はい、6815とやったんだよね、一緒にね、うん、でこれ日付が書いてないんだ。日付は書いてないですね、うん、何年ぐらい前だか、あれ2月ぐらいだよな。それぐらいだったと思う。雪が積もってたんだもんな、で沼田だもんな、はい、うん、だからあれ相当寒かったんだよな。そうですね、でここのところがモルタルなんだ、ええ、ね、そうですね、これがモルタルサンド、はい、サンドモルタル、樹脂モルタルで、それで一番下の下がプライマー付けでやって、はい、でニートをやってでトップコート、はい、保護のコーティングやったってパターンなんだよな。だからこのモルタルをやらないってだけで、はい、今回はこれと全く同じように材料は6815じゃなくて、はい、1508でこっちで、やっぱこのサンプル作っといて正解だな。そうですね、うん、これでやると、はい、うん、いうことだよな。そうすればフレキシビリティがあるから剥がれにくいし、はい、対衝撃にもついていけるし、クール F のちょうど床施工、はい、1年、新設して1年後やったのが、班長もあの時一緒に行ったんだもんな。なんか工具落として、はい、穴が開いてコンクリートがえぐれてたんだよな。でクレフちゃんはコンクリートの穴が埋まった埋まったっつってなんか大喜びしてたんだよな。おいおい、そんなんで喜ぶパターンじゃねえんだけどっつうパターンでな。なんでなんだろうな。あれコンクリートのやっぱこういうエポキシのフロア施工、はい、やったことがないんだよな。どっちかっていうとこのフロア施工は結構大手が受けて1次下請け、2次下請け、3次下請けとかさ、はい、そういうパターンだから材料をやたらと
外国製のを含めて安い材料使うんだよな、うん、だからディーラーも言ってたもん、固まりゃいいんでしょとかさ、おいおいおい、そういう問題じゃねえんだねっつってさ、だからね、皇族が出た学校のフロアとか、ラボとか研究所とか、製紙会社とか製薬会社とか食品会社なんかの何千平米とかさやるあのフロアは結構さ、エポキシのコーティングフロアやるんだよね、うん、それとかさっき言ったかもしれないけど、ピストンリング作る製造会社、うん、なんかのやっぱりさ、コンクリートのホコリが出たらさまずいところ、はい、これみんな共通してるじゃん、ラボとか製薬会社とかパルプ会製紙会社とかあと食品工場ね、はい、食品工場コンクリートの粉混じったらまずいでしょ、それとか、うん、食品でもさ、あれ流行りのなんとかフレークとかさ作ってるところホチキスの針が入ったらまずいし、うん、さっきから言ってる通りシームレスこう継ぎ目がないんだよね、はい、うん、だから継ぎ目がないからワンフロアでロボット動かしたり機械動かしたりするのはこういう床がやっぱ結構重宝するんだよね、うん、でね、だから工場でもかなり高級品作ってるようなとこじゃないとやっぱやらないんだよね、まあやれないとかね、そうですよね、うん、だから従業員が施工会社も少ないから、うん、施工会社もう探すのが大変だからさ、小さいとこだと小さい箇所やらないからさ、うん、と材料はさ、いちごまるあしなんかこのテストやった時もいちごまるあしと6815やってるでしょ、うん、どっちがいいかってさやっぱ分かんないからさ、そうですね、うん、専門家の言われたことを鵜呑みにすると、はい、やっぱりさ専門家も開発してる方も実際に作業をやってる人たちじゃないからさ、研究職はさやっぱりさ間違いを起こすんだよね、うん、そうするとこれ見てやった通りあとはほら発泡スチロールに塗って負けたりなんかするのもテストやったりして検証してる通りでさ、うん、やっぱ強いんだよね、でタンクローリーの修理なんかやってるのも最終的にやっぱこれやってるからさ、ああマスターこれ持ってきたやつ、ああこの通りにやるからさ、うん、これあれだよ、あーこれ危ないよな、これもう3枚目だもん、あそうなん、うん、3枚目って意味はどういうこと、だからこれがこいつがダメになっちゃうんで、ああはいはいはい、こいつがダメになって、うん、であとはほら鉄板内部がやっぱり相当酸化されるじゃん、後ろがね油と、これがダメっていうのはね取っ手がダメになんねえだろ、板だあれだか棒だか、ダメになっちゃうんだ、この取っ手もダメになるし、取っ手だよだってこんなあれで鉄の棒だよ、だってほらもう下の部分下が腐っちゃう、ほらもう腐りかかってる、あそうなん、うん、ほらほら下はもう、じゃあ何、じゃあこれ鉄板が持ち上がんなくなっちゃうってこと、これ腐っちゃうと、うん、そうだよ、だから、うん、その何、釘剥がすやつでベッて取って、うん、であれだよ、釘剥がすやつでベッて取る、あっ回るね、はいはい、じゃあこれは取れるんだろ、だって取れるよ、あこれ重たいね、でここの下が、うん、これがああ鉄板ぐっちゃぐちゃ錆びてるじゃんこれ、そうさ、うん、うん、であれか、あこうつながってるわけね、うん、このあれはね、うん、それで持ち上げてるのね、だからこの下が腐って、うん、落ちちゃうんだよ、あそうなん。
それが一番滑る。おだからそうなった時はもうお湯を流すしかねえから、お湯を流して結局濡れてるから最初、その間は滑るんです。要するに洗浄剤使ってるわけでしょ。そうそうそう、洗剤と洗浄剤と、それとブラシでさ、デッキブラシかなんかでさ、こすんだろ。油になった時は洗浄剤でバーっとやって、で流すだけだよお湯を。ちょっとずれてるから落ちないでよ。ああ大丈夫大丈夫。ちょっと、よいしょ。いや危ない。大丈夫だよ。ケットバスは。大丈夫だよ。よいしょ。OK。はい。ここね、こんな重いんだ。重いよ。だってしっかりしてねえと、あの変な鉄板だと、何？乗った時に。ああ歪むわけ。歪む。それであれか、こんだけアングルも組んであるわけだ、下を補強するために、ガッチガチ錆びてんじゃんな。錆びてる。だからあれだよ、10年に一遍交換してるんだよ。だってこれだって結構値段すんだろ。作ってもらう特徴だろ、寸法。2、3万するよ、この鉄板だけで。でグレーチングも変えるんだ。ん、あ、そのグレーチング、あのこれ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 こんなのカインズで出来上がってるわ。おお、そらまあそうだけどさ、だってカインズで買っちゃうやつだもん。あ、そう、よく持つがね、カインズで買っちゃう。いやいや、だってそんなには。これはもうこの辺は変えたけど新しいのに、あれはもうあれだよ、当初からのまんまで。ああ、分かった。ここはみんな変えたんだよ。だから樹脂を、モルタルとかベースレジンをやらないのはこの下の、あのところだけ。あの水が溜まってるのもあるしさ、やってもそれはあんまり意味ないからさ、モルタルで平らにするだったらな、できるけどな、それはそれでな、やっても無駄だな、そこまではな。結構ね、頻繁にお湯だろなんだろ流れるから。まあそうだろうね、わかるよ。だってコンクリートが削れてんの。そうだよ。だからさ、ひどいのは、あれだよ、大工場の、メッキ浴のそばのコンクリートのメッキ浴がね、5、6基とか10基ぐらいあるんだよ、でっかいのが、そのプールが、そこの下なんかコンクリートボコボコ、石ころが出てんの。だからここあれだよ、 そんな感じだよ。そうだよ。だからこんなもんじゃねえよ、これよりもっとひどいから、だからあそこの排水溝のとことこんだけ段差が生まれちゃってんだよ。だからそういうとこもさ、みんなさあれでやるんさ。だからまああとはここのところはだからあれだよな、結構えぐれてるよな、もうボコボコになってるよな。だからな、こういうところをさ、歯ブラシでゴシゴシさ、あのプライマーみたいにさ接着ね、メンテやってやれば、で塗ってこれブレーチング乗っけると接着しちゃうからさ、だから乾いてから乾燥してから硬化してから一番最後にグレーチング乗せる。でグレーチングだけの、置いとくシートは持ってきたから、で OK と、OK と。で目減りとかさ、塗ったさ、匂いが飛ばないようにさ、みんな全部さ、あれやるからさ、養生シート貼るからさ。大丈夫っちゃ大丈夫なんだよ。いや大丈夫じゃないよ。まあ万が一だ。そのことやんないよって言ったんだよ。そこに段差があんまり生まれちゃうと、ほら結局、ここのとこね、はいはいはい、出し入れね。あの段差は生まれないようにやるよ。要は、うっす。いや、こっちは、本当もうここにもう、ここのところはなんかすごいやっぱ汚れがすごいね。だからこれはさっき言った油落としで、何ヶ月かに一遍、こするわけね。そうそう、これも結構きれいに取れるんだよ。あ、そう。だから、店始める前にこっちも全部一回掃除するから大丈夫。分かった。やる場合にはやっとくね。で器具類とかこの金属とか他の足を全部つけないように、ここのところのところはちょっと
やらない部分が、うん、あ出るっつうパターンね、うんうん、だからこういう下もさ、うん、足は足のとこはさ、全部接着しないように少しさこう残ししてやるからさ、うん、それは分かっといてね、うんうん、で OK、 なんか質問ありますか？いや、特にです。特になし。